吉田さん、おはようございます。朝起きてすぐにね、自分の顔を見ますね。私はね、鏡でなくてカメラを通じてです。で、振り返ってみると多分誰よりも自分の顔を見てきてるんではないかなと思うんですよ。通常ね、相当なナルシストでもない限り、まあ、朝起きてで身だしなみ整えて鏡を見る、あとは夜寝る前にお風呂入ったりとかするときに鏡を見るぐらいが自分の姿を見るタイミングだと思うんですよね。でも吉田さんも無意識に感じてると思いますけども、私もそうなんですけども、このカメラを通じて自分の姿ってずっと見てますよね、でそういう意味で言うと自分の姿を見誤らなくて済む、そのための下地は日々あるんだろうなと思います。どうですかね、自分の姿をここまで徹頭徹尾見てる人ってあんまりいないんじゃないですかね。で、今回のテーマは目ということでね、お届けしたいと思いますけども、まあ老いとともに目ってのは衰えてくると言われますけども、私は別の見解を持っていて、使えば使うほど視神経ってのは発達すると思うんですよ。もちろん使いすぎるとちょっとね、そのストレスに負けて、ちょっとかすみ目が出てくるみたいなね、疲れによる老化ってのはあると思いますけども、適度なストレスによってさらに強化される部分ってのはあると思うんですよ。そう考えていくと、老いを重ねれば重ねるほど若くなっていく部分と、使わないから衰えていく部分ってあると思うんですよね。頭とか喋りとか目とか嗅覚とかね、あと聞くってこと、考えるってこと、これは使えば使うほど、多分進化していくんじゃないかなと思います。それこそ年齢を重ねれば重ねるほど研ぎ澄まされていくっていうかね。私格闘技カンフーとかをやってるんですけども、達人ってみんなね、年寄りなんですよ。なんか白髪の老人で長髪で、で体の動きめちゃくちゃいいみたいなね、で人生を30年40年を自分の修行に当ててるみたいなね、中には60年っていう期間で編み出した奥義もあるみたいなことをなんかね、言われてる方もいたりとかしてね、やっぱすごいなと思います。月パンチ一つにとっても、こう正拳突きって言って空手みたいにね、まっすぐ打つのもあれば、縦突きでこの3本の指で縦で突く英春拳みたいなのもあるわけなんですよ。こういうふうにね、でこう正拳はこうですよね、こんな感じでね。でそれも一つの突きに対してまっすぐ突くのか、それともフックのようにこういうふうに引っ掛けて回転で、こう放っていくのかっていうのとかね、あとは裏拳みたいにこうポンとこのスナップで打撃を与えるのか、筋肉の力で相手に打撃を与えるのか、それとも力を抜いておいた状態で当たった瞬間にクッと力を入れてね、ダメージを与えるのか、あとはね、ウェーブって波を起こすんですよ、体にね。体に波を起こしてその波を伝えてこうブルンと、ダメージを与える。この波だと打撃面じゃなくって突き抜けた後ろにあざができるらしいですね。ボーンとお腹のところをウェーブで殴ると背中にあざができるみたいな。でお腹の表面っていうのは痛みを感じないみたいな、貫通力のあるパンチが出せるということもあります。あとはダメージが体の中に残るような突きの仕方もあって、単純な拳一つにしても様々な研究がなされていて興味深いなってところですよね。そしてね、構えによって見る目を持った人はどんな流派なのか、どんな歴史を持っているのか、我流なのか、きちんと教わってきて何代も積み重ねられてきたものか、時には流派とか、どこどこのね、地方で生まれたものなのかってことも分かるそうなんですよ。今回いろいろと話しましたけども、人を見る目っていうのは養われていくんだろうなと思います。で、吉田さんはね、レターを書いていて、例の会社にいた時代ね、もう一発で稼げますとか、これだけで稼げますみたいなことをやっていて、その時は多分、吉田さん自身がね、そういった商品を手にしながら販売していながら、自分がそうじゃないっていう矛盾があったと思いますけども、今お互いにこういう人生になってみて、あながち嘘じゃなかったんだなと。もちろんその当時販売していた製品で自由になった人っていうのはゼロに近いと思いますけども、でも今私たちがそういった経験も踏まえてね、今こういった暮らしを続けていると、見る目は出てきますよね、だんだん。金持ちになれそうな人、自由になれそうな人、そうじゃなくて、ずるい人とかね、
インチキなセールステクニックとかね、まあ、あれこれかいつまんで見ることはありませんけども、時にねあのセールスを受けることがあるんですよ。まあこれじゃあ稼げねえよってね、なんか親心が出てきますよね。気の毒になって、これやってるんだって、ああ人を騙して自分もうまくいかない、ああなんか気の毒だなと、こうすればいいのにな、ああすればいいのになとか思っちゃいますよね。なんかこうあの SNS とかでいきなりセールスかけてくる人にこう向かってくる人もいると思いますし、そういうのをね晒す人もいると思いますけども、そういうのを通り抜けてね、あこういう人をなんか本当に稼がしてあげたいなとかっていうね、そんな気持ちになってきますね。人を見る目っていうのは必ずしもその人のあらを探して恥をかかしてやれっていう風な攻撃性なものからね、なんかこう慈愛の精神ですよね。あこの人これだけの熱心さがあったらこういう角度だったらいいんだけどなみたいな、でね、いきなりセールスかけてくる方に、いやこの方法じゃまずいよと、このセールスレターちょっと参考にしてみるとか言ったら、あの結構良さそうですねみたいな感じで、あのまあ身近な、ね、例で言うとね、あの速稼塾の塾生さんでもあの詐欺を働いてたやつがいるんですよ。うまくいかな、詐欺ですらうまくいかなかったらしいですけどね。だからまあセールスするのが早いから、まず信頼関係構築するために、その人のためにどんなことができるのかをよく噛み砕いていったりとかね、ダイレクトメッセージを送るときもテンプレートでコピーで送るんじゃなくて、その人のタイムラインを見て更新頻度はどんなものなのかなとか、テーマはどんなことを扱ってるのかなってことをまず分析して、それからプロフィール欄で出身場所とか出身校とかね、趣味とか部活の欄とかを見るとか、どんなものが好きなのか、どんなものに嫌な思いをしてきたのかっていうヒントがいっぱい落ちてるから、それに基づいてアプローチを考えていったら見えてくるんじゃないのって言ったら、まあ確かにな、100人に100人一通のセールスレターでたまたま反応があった人を狙うみたいな効率の悪いことをするよりも、出会った一人の人をどう攻略するかなと、信頼関係を築けるかなっていうふうにやった方が、自分のコミュニケーションのスキルも上がるし、本当の意味で人の気持ちも分かるし、そしてね、売れればいいやっていう、そんなセールスからこの人に儲けてほしいなとか、いい人生をお届けしたいなっていうふうな、そのまた新しいビジネスのフェーズが見えてくるでしょって話になったんですけどね。まあ、見る目って大事だなと思いますよね。今回は目ということでお話ししました。年老いていけばいくほど若返る目、そんな目を持っていたいですね。いってらっしゃい。